果、展開に注目していきたい。手加減にしよう。さあ、両者はどう動くか。うまく攻撃して形勢逆転に。お互いに被弾は少ない状況。さあ、試合の序盤、どう崩していくか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。さあ、どうする。流れを切る。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、これを手玉に取るか。さあ、ダウンからあまり受け止めている。ここは波を見せて高めに出る。さあ、ここでドライフラッシュ。さあ、追い詰めた。スピードアップ、ドライラッシュで前に出る。試合の中盤、ここからの一発はもらえない。 KO！ プレイヤー1、流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。どちらかが仕掛けていくのか。でペースを変えていくか。ここまでゆっくりとした立ち上がり、試合を動かすのはどちらか。どう崩していくか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、これを手玉に取るか。ここは注目を取って内側から投げを決める。読み合いを取って仕掛けていく。上からきた、捕まえて投げ飛ばす。優勢ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。様子見が続く中、呼び勝った形。さあ、ここからは出し合いの領域となる。上は絶対に取らない。この台頭上のガラキ。さあ、どこから行く。ガロンスパイク、この時間が後ろ。インパクトは搭載。イージーとした回せ。先に仕掛けるのはどちらか。なんとか中央へ押し返すことに成功。前進をやめない。残り時間はわずか。ここでカウンターを受けて、ここでフィニッシュ。プレイヤー1、さすがの立ち回り。このままでは終われない。再生を選択。
けていく。ドライブゲージ、体力系は両者万全。ここから試合が動きそうだ。さあ、お互いに先制ゲージは進んで、中でアドバンテージを握ることができた。うまく位置を入れたいか。よく見ていたら、みっちりガード。ラインを押し込んで、中央へ。リズムを整えるかのように、お互いが入水をしている。飛び出すと、このまま行けるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次のトラップ、よく見ていた。きっちりガード。なぜなら右からドライブラッシュで前に出る。何か攻めのドライブラッシュ。ラッシュキャノンスパッシュで読み勝った形。危険な距離での殴り合いが続く。エリアスドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ベースを変える。
ートはかなりきついか。飛んでいく。両者 SA ゲージが溜まった。ラインを上げつつダメージを取る。空か。シューズをここで押し込みに行く。飛んでいる。今の相手は技の距離とダンスを分析させるか。クリアワン。純白なドライブゲージを使って体力をひっくり返すか。画面上に戻ってきた両者。さあどこから行く。着を